さあ審判団がフィールドの中に戻りまして、まもなく後半戦再開となります。後半戦は前半と変わりまして、後手を取りましたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。クラブベアーズのキックオフを務めますのは11番の立石、東海大学出身のプレイヤーです。スクイブキック、あえて低いゴロキックを選択しました。しかしこれを広島リターン入ります。抜けました。ああ、しかし外へ出ています。しかしナイスリターン、広島リターナー23番、相手ディフェンスの隙間、相手のカバーの隙間を縫うように右サイドライン際を駆け上がり、相手陣35ヤードに迫るところまで大きくリターンを果たしました。見事なリターン決めましたが、広島ホークス23番の吉田、日本大学出身のプレイヤーです。さあ広島、先ほど吉田の見事なリターンにより相手陣37ヤード地点からのファーストダウン10に入ります。まずランプレーで展開を図ります。キャリア21番ハンドオフを受けまして右オープン駆け上がり、約3ヤードのゲイン。キャリア21番は岩田、立教大学出身。広島セカンドダウン7、ボールオン相手陣32ヤード。インターセプト。ここでクォーターバック18番がパスを投じました。しかしこのパスを取ったのはクラブベアーズの選手です。クラブベアーズ30番がインターセプトしました。パスを奪ったことにより攻撃権奪取になりました。インターセプトにより攻守交代、ターンオーバー。見事なインターセプトを決めたのはクラブベアーズ30番の藤井、阪南大学出身のルーキープレイヤーです。さあ攻撃権奪いましたクラブベアーズ、このチャンス生かせるでしょうか。ボールオン自陣19ヤードからのファーストダウン10。まずパスプレーから入ります。外へ展開したランニングバック28番へのスイングパス、これを取った28番がキャッチアンドラン、約4ヤードのゲインとしています。クラブベアーズセカンドダウン6、攻撃権更新になるでしょうか。この6ヤードの攻撃に攻防を注目しましょう。さあトスをしての左オープンへのランプレー、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤード抜体となります。したがって先ほどのプレーは無効となり、クラブベアーズ5ヤード前進してセカンドダウンのやり直しです。
サーオフサイドの反則により5ヤード前進しクラブウェアーズセカンダウン残り1ヤード。ここでボールをファンブルしました。幸いクォーターバック自ら抑えておりましてボールは所持しておりますがしかし結果的に交代した形になっております。クォーターバックは変わりまして16番の杉谷になっております。さあクラブベアーズサーダンナイボールオン自陣15ヤードの状況に挑みます。パス不成功。クォーターバック16番右スプリントアウトからワイドレシーバー82倍のパスでしたがこのパスは通らずパス不成功でフォースダウンと変わります。クラブベアーズフォースダウンナインパントフォーメーションを選択します。ハンターは21番のユキタ。5年ぶりにカムバックした近畿大学出身のプレイヤーです。このバントをリターナーをかわすように転がりハーフウェイを越えたところでボールデッドとなりました。攻守交代です。広島ホークス自陣42ヤードからの攻撃と変わります。広島自陣42ヤードからファーストアウト。ここでホイッスル。イエローフラッグ反則が発生しています。フォルスタート。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールのオフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。このタイミングが乱れたことによる反則を捉えました。5ヤード抜体となります。広島5ヤード下がりまして自陣37ヤードからファーストダウン15。攻撃権更新残り距離は15ヤードと変わります。ここで広島クォーターバックドロー。クォーターバック3番パスを投じると見せかけ決め打ちの中央へのランプレーを展開しました。これが功を奏し約7ヤードのゲイン。キャリア3番クォーターバック3番は山口、アジア大学出身。広島セカンダウン8ボールオン自陣44ヤード。フォースダウン。クォーターバック3番ワイドレシーバー9番にプレイアクションパス、ランプレーと見せかけそこからフェイクのパスプレーを投じました。これをクォーターワイドレシーバー9番見事にキャッチし攻撃権更新ファーストダウン。見事なプレイアクションパスを投じましたクォーターバック3番は山口、アジア大学出身。取りましたワイドレシーバー9番は酒井、島根大学出身。これにより広島相手陣35ヤードに入りましてのファーストアウト。さあ再びパスプレー、しかしこのパスは不成功。
ターゲット22番へのパスプレーでしたが、このパスはレシーバーとタイミング合いませんでした。パス不成功でセカンドダウンに変わります。さあ広島セカンドダウン10の状況です。攻撃権更新になるでしょうか、タッチダウンになるでしょうか。クラブエアーズナイスディフェンス。ここで広島ランプレーを展開しようとしましたが、ここでクラブベアーズ75番がチャージし大きくロストしました。見事なロスタックルを決めました。クラブベアーズ75番はキラ、東海大学出身。ここで広島後半1回目のタイムアウトを取りました。タイムアウトは一旦ハーフタイムに入りましたことによってリセットされています。ともに残り回数3回という状況です。まず広島その後半の1回目のタイムアウトを取りました。後半も広島ホークス順調に攻撃を展開しています。しかし先ほどクラブベアーズ75番木田の見事なロスタックルにより一旦サードダウンロングの状況に追い込まれました。これを果たして突破できるか、このタイムアウトによって作戦を練り直す格好になっています。逆に言いますとクラブベアーズ先ほどのビッグプレーを生かしこの攻撃止めることができるでしょうか。このサードダウンの攻防に注目しましょう。タイムアウトを解けまして試合再開します。広島ホークス自陣40ヤードからサードダウン15、攻撃権更新には残り距離15ヤード、果たして突破なるでしょうか。キュービーサーククォーターバック3番ショットガンフォーメーションからパスを投じようとしましたが、これをかわそうとしたところベアーズ77番がキュービーサック約2ヤードロストしました。見事なキュービーサックを決めましたのはクラブベアーズ77番コルトン・ラニエ。ケンブリッジ大学出身の、そして大相撲にも挑戦した相撲プレイヤーが X リーグによってその名を轟かせました。ここでウォーターブレイクに入ります。広島前半同様に順調に攻撃を進めていましたが、ここへ来てクラブベアーズディフェンスラインの奮闘によりこの攻撃を押し返しております。この状況でのウォーターブレイクに入っています。試合冒頭から注目ありました。クラブベアーズの新加入の外国人選手の一人コルトン・ラニアンがクォーターバックサックを決め、その状況を打開しようとしています。もう一方の外国人選手65番のアシュリング・クリストファーとともに、その重量は114キロ、アシュリング・クリストファーが体格180センチ114キロ、そしてコルトン・ラニアンは176センチ128キロと、まさに日本自慢にしたその体格を生かし広島ホークスに圧力をかけています。さあ広島試合再開にありましてフォースダウンパントフォーメーションを選択しました。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。パントのボールはエンドゾーンに入りますとタッチバック、相手陣地の相手チームに攻撃権譲渡という形が成立し、攻撃権は相手チームの自陣20ヤードからの攻撃と変わります。クラブベアーズディフェンスライン陣の奮闘によりこの危機を脱しました。攻撃権を取り戻しまして自陣20ヤードからの反撃の攻撃に入ります。
クラルベアーズ自陣20ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー82倍のパスでしたが、このパスはパス不成功に終わっています。クラブベアーズ自陣20ヤードからセカンドダウンテン。今度はパスは通りました。クォーターバック3番、今度はターゲット13番に変えまして、パスを成功させ約3ヤードのゲインとしています。パスを投じましたクォーターバック3番は吉田、江南大学出身。取りました13番は大谷、大阪ハイテク専門学校出身。大学未経験のプレイヤーでもこの X リーグで活躍しています。さあここでベアーズはジェットモーションスイープ、1人だけプレー前に動かしていいワイドレシーバーバックスを動かし、そのスピードに乗せて左オープンへのランプレーを展開しました。レフリータイムアウト。ゲインはしておりますがしかしフォースダウンと変わります。レフェリータイムアウトを届けまして、クラブベアーズフォースダウン4の状況です。パンフォーメーションを選択します。パンター22番、ユキタ。さ、この状況を打開できるでしょうか。ボールオンは自陣26ヤード。さあ、広島リターンに入ります。リターナー14番、相手タックル浴びながら相手陣入ったところまでリターンいたしました。粘り強いリターンを見せましたのは広島ホークス14番の和田、名城大学出身のルーキープレイヤーでした。攻守変わりまして広島ホークスの攻撃に変わります。広島相手陣46ヤードの視点からファーストダウンテン。ここでクラブベアーズが後半1回目のタイムアウトを取りました。主戦に入る形になりましたクラブベアーズ、ここでその状況を再確認するためにタイムアウトを取ったものと思われます。本日の配信は X3 ウエスト全13チームの共同企画によって実現しております。この企画は現在も継続しております。ご賛同いただける方々は説明、この動画配信の概要欄にあります申し込み URL をクリックしていただきまして、ぜひご賛同いただければと思います。
クラブウェアーズ後半1回目のタイムアウトを使いました。試合再開となります。広島相手陣46ヤードからファーストアンテン、パス不成功。ここで広島まず最初パスプレーで展開しようとしましたが、しかしこのパスが不成功、ショートでパス不成功となりました。ダウン進みましてセカンドダウンに変わります。広島相手陣46ヤードからセカンドダウン10、さあ今度は転じまして中央へのランプレーとします。キャリア20番託されまして中央突破を図り約3ヤードのゲイン。キャリア20番は玉山、京都教育大学出身。広島サードダウン7、ボールオン相手陣43ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック18番はワイドレシーバー10番へのパスを投じました。しかしこれは広島ディフェンス、失礼しました。ベアーズのディフェンスカバーがよく、パス不成功でフォースダウンに変わります。広島フォースダウン7、プレーを選択します。ギャンブル、あえて4回目を攻撃としました。7ヤード前進しないと攻守交代となります。パス不成功。クォーターバック18番右にロールアウトしてパスを投じました。しかしこのパスを取ることができず、10番取ることができず、パス不成功。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。さあ広島の攻撃をしのぎましたクラブベアーズ、反撃なるでしょうか。ボールオン自陣43ヤードの地点からのファーストダウン10に入ります。さあまず中央へのランプレー、キャリア45番託されましてハンドオフを受けて右オフタックルをつきました。倒れ込みながら約2ヤードのゲインとしています。闘志あふれるランプレーを見せましたのはクラブベアーズ45番の川端、北大津高校出身。クラブベアーズセカンドダウン8、パス不成功。ここでベアーズパスプレーを展開しようとしましたが、これは広島77番が見事なパスカット、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。見事なパスカットを決めましたのは広島79番の脇坂、山口東京理科大学出身。地方にありまして2016年に創部した時のその創部メンバーです。まさに漫画さながらの素晴らしい行動力によって不毛の地中四国に新しいチームを作った、その伝説の選手が見事なプレーを決めました。さあそしてクラブヤーズ、しかしパスプレーを展開しましてこのパスは通りました。クォーターバック3番ワイドレシーバー13番にパスを通しゲインとしています。しかし攻撃権行使には至っておりません。残り1ヤードを残してフォースダウンと変わります。しかし見事なパスキャッチを決めましたワイドレシーバー13番は大谷、大阪ハイテク専門学校出身のプレイヤーです。共にそれぞれの環境の中アメリカンフットボールを自らの勇気で追ってその実行に結びつけ選手になりました。その両雄の活躍が控えます。
さあクラブベアーズのフォースダウンキャンブルに呼びます。クォーターバック3番自らキープしましたが、このランプレーによる原因はありません。結果4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。ターンオーバー。広島ここで見事なディフェンス陣の踏ん張りによりクラブベアーズの反撃をとどめ止めました。攻守変わりまして広島の攻撃に入ります。広島自陣49ヤードからファーストダウンテン。ランニングバック21番オプションプレーのランプレーを展開しました。オプションプレーはクォーターバックが自ら持つかランニングバックに投げ渡すかの選択プレーです。このピッチを受けまして21番右オープン展開しましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しました。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。掴まず握らず押すだけが求められます。この反則によりまして10ヤードの抜体、したがって先ほどのランプレーは無効となりまして10ヤード下がりましてファーストダウンやり直しとなります。反則発生地点からの10ヤード抜体のため広島ホークスファーストダウン16の状況となります。ボールオンは自陣43ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック18番ミドルゾーンへのパス、ターゲット8番へのパスでしたが、このパスはカバー厚くパス不成功に終わっています。広島ホークスセカンドダウン16の状況に入ります。ボールオンは同じく自陣43ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック18番再びパスを投じましたが、しかしこれもクラブベアーズのディフェンスが厚くパス不成功に終わっています。ここへ来てクラブベアーズディフェンス陣の活況によりまして広島の攻撃を寸断にかかっています。広島ホークスサードダウン16、ボールオン自陣43ヤード。ナイスディフェンス、パス不成功。ここで広島猛追、クォーターバック18番を猛追し QB18番なんとかパスを投げましたが、しかしそのパスをベアーズ32番が見事にパスカット、パス不成功によりフォースダウンに変わります。鮮やかなパスカットを見せましたのはクラブベアーズ32番のフルゴー、徳島大学出身。無名校ながらかつては X2 J スターズで活躍した名プレイヤーがここでいぶし銀のプレーを見せました。さあここでフォースダウンのシチュエーションでしたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。フォースダウン、広島ホークス56番5ヤードのペナルティでフォースダウン。ここでオフェンスにフォルススタートの反則がありました。5ヤード抜体となります。広島さらに5ヤード下がってのフォースダウンロングの状況となります。広島自陣38ヤードからフォースダウン21、パントフォーメーションを選択しました。さあベアーズリターン入ります。
広島のカバーをかいくぐるようにリターナー82番リターンを試み、自陣35ヤードを超えたところでボールデッドとしました。この位置からのクラブベアーズ攻撃に変わります。奮闘しましたパントリターナー82番は寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ自陣39ヤードの地点からのファーストダウン10の状況に入ります。パス不成功。クォーターバック3番プレッシャー浴びながら左に流れてワイドレシーバー82番にパス。これを82番キャッチ仕掛けましたが、ディフェンスのカバーによりパス不成功に終わりました。ダウン進んでクラブベアーズセカンドダウンに入ります。クラブベアーズ自陣39ヤードからセカンドダウン10。今度はランプレーで突破を図ります。中央へのランプレー託されました。キャリア28番の選手が突破しようとしましたが、しかし広島のディフェンス集まりよく、ゲインは1ヤードにとどめています。エンドピリオド第3クォーター終了。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、広島ホークス27点、クラブベアーズ0点。攻守方向入れ替え、第4クォーター最終クォーターに入ります。